こんばんは、速稼塾の久保です。今回はですね、久しぶりにね、ものすごくはっきりとしたメッセージをいただきました。これはね、嬉しかったです。メッセージとしては嬉しかったです。読ませていただきますね。一部ちょっと端折りながら読ませていただきます。久保先生こんばんは。いつも動画を拝見させていただいております。最近は例のやつみたいな有益な動画配信がなく、 YouTuber を増やそうとする動画ばっかりで面白みがありません。まあこういう意見も当然あると思います。はい、ありがとうございます。私は久保先生の話にはエーダコインとか例のやつみたいなリスクがあるけどリターンもあるみたいなものを求めています。はい、この方はそう素直な気持ちこうなんですよね。私もこういうのをね放送したいと思っております。確かに YouTube はこれからの時代必要となってくると思いますし、 YouTube で稼ぐ人が増えてくると思います。しかし久保先生の YouTube 放送が YouTuber を増やすコンテンツが増えていることに違和感を感じます。はい、ここまでのねことをちょっと申し上げますけども、 YouTube を私が、ね、YouTuber を増やすというかね、増やすことをやってるのはなぜかっていうと、私の視聴者さんが YouTuber になるためにどうすればいいのと、チャンネル登録を増やすためにはどうすればいいのと、サムネイルはどういう風に作るんですかと、動画をたくさん量産するためにどうすればいいんですか、こういう風なねご質問が毎日大体 5,60 件いただけてるんですよ。まあその中で十数件の方が動画でメッセージを私に送ってきていただいてるんで、私は約束通り動画で返信しているということでございますんで、特にね私の意思がみんな YouTuber やろうぜっていうことに優先してるわけではないんですよね。うん、はい、すいません。で久保先生の魅力は例のやつみたいな案件を YouTube で紹介していることを視聴者は求めていると思います。はい、ありがとうございます。おお、あれは嬉しいですね。私は FX を毎日やってるんで、最も発信してるのは投資なんですけどもね、FX やることはないですかね。なので今後は YouTuber を育てる動画と並行して投資案件を紹介したいと思います。紹介して決めるのは視聴者なので。はい、ありがとうございます。本当にこういうね直球のメッセージは本当に嬉しいです。今回ありがとうございます。で、ただですね、ただね、私はね、私の視聴者さんに対して感じることなんですけども、全員ではないです、もちろん。ただですね、私が投資の案件例えば紹介しますよね、私に責任求めてくるじゃないですか。それを私は良しとしてます。どうぞ紹介者の責任として私は放置はしません、きちんとサポートしますと。で、以前までですよ、今はやらないですけども、ちょっと前までは損失が出たら私が補填しますって約束もしてました。うん、あ、それはね全員にしたわけじゃないですよ。久保さんって相談してきた人に関しましては、分かりましたと、そこまで言うんだったら損したら私がお金払うんでそれでもやりませんかっていうふうなところまで私は申し上げていました。でもですね、本来投資はそういうもんではないなと、ここにも書いてますけども、紹介して決めるのは視聴者なのでって書いてますよね。これ本当その通りだと思います。私がリスクをかぶってる限りはリスクヘッジをしないと、余剰資金でやる人もいないと、これは良くないなと思いました。私はね、だからある意味ではその視聴してくださる方を信用してですねやっていたところがありますけども、どうもそうじゃないなと、オーバーロードしたもうすごい金額いっちゃったりとかね、リスクヘッジなんて全く関係なく進めてしまったりとか、あと私が常に言ってるのは、投資をやるのはいいけども、でも投資って一番難しいんで、せめてビジネスをマスターしてからしましょうって話をしてるのに、いやビジネスはなんかいろいろめんどくさいから投資でボーンと踏ん投げちゃうんですっていう人がね、もし出るんだったら私の放送は有害かなと思ってるんですよ。まあでもね、今回こういう意見いただきましたんで、投資の案件を私もね持ってますんでね、持ってますけども、いいですか、しっかりと結果が出るもので、私がね金銭的なリスクをかぶるっていう話もしませんけども、ただ私がね最大限責任を持ってお話できるものはインドネシアのバリ島の銀行口座、これですよね。これも投資だと思うんですよ。うん、だからこれをねものすごく期待してくださってると思います。例のやつも5年以上放送してきましたけども、これも期待してくださってます。エイダに関しましてもずっと放送してきましたよね。これに対して信頼をいただいてると思うんですよ。うん、ですからこれね YouTube の案件と並行してって書いてます。 YouTube のなんとかかんとするのやめろっていう話じゃないんですよね。だから YouTube 動画もそれはいいんだけども、投資の案件もお願いしますってことなんで、投資の案件じゃあちょっといきましょうか。まずはね簡単なところからいきます。プラストークンってものを皆さんご存知ですかね。プラストークン、これ私はね実はね日本に入ってきたばかりの時に最初の100名以内のメンバーとして誘われてるんですよ。まだ100名も知らないよプラストークンって感じでね、これ誘われてるんですよね。でもその時に私はそれをねお断りしました。うん、なぜかというとですね、リスクが高いと思ったからなんですよ。私は紹介が出せるから勝ち抜けることはできると思ったんですけども、私から始まった100人先、いやいや50人先、この辺でもしかしたらね
ロスが出るんじゃないかなというふうに計算しましたので、私の判断としてこれは紹介するべきではないなと思ったんで紹介しなかったんです。結果どうですかね。私はプラストークンを紹介しなくて今は正解だと思いました。だからね、みだりにこんなものがあります、こんなものがありますっていうふうに、確かにね、紹介して決めるのは皆さんなんですよ、皆さんなんですけども、ロスが出る可能性が高いと認識しているのに、そして自分がね、売り抜けることによって自分は勝ち切れるから、紹介者を出して勝ち切れるかっていうことで紹介する気にはどうしようもならないんですよ。だからね、プラストークンは話を全然しませんでした。なんとかビットってのもしなかったですね。忘れちゃいましたね。泉さんが勧めてたやつなんですけどね。そういう形でね、私はね、自分の目の前を取りすぎてるの結構あるんですよ。これ話したいなと思って、で今だったらお話できるんですけども、フォインっていう暗号通貨系の投資もあるんですよ。フォインね、これは私は参加してます。フォインっていうのはね、初期の頃から参加してますけども、これは人に紹介するようなものではないと思ったんで、私が自分の資金を失うのはいいんですけども、久保さんから聞いたんでみたいな感じでね、久保さんがやってるって聞いたんでっていう影響力が強いから、私はねフォインもね未だに人に話してないんですけども、ただ個別にどうしてもっていう方、そしてもう自分の責任としてやりますんでって方は、私にフォインを紹介してくださった方をおつなぎするところまではします。ですから私の紹介ということではないんですよ。そのぐらいしか私はね今のところねできないですよね。というのがね、まずはね、投資をやる人に対して私思うのは損をしないことなんですよ。儲かんないかもしれないけど損をしないことっていう、このボーダーをね設けてるんですよね。だからリスクエッジってことを結構細かく言うんですけども、その上でね、でもこれ少数派ではあるんですけども、少数派ではあるんですけども貴重なご意見ですんで、ちょっとね投資の案件ね紹介していきましょうか。ただし私が話したものはほとんどダメだという前提ですよ。ほとんどダメだということから、だから話してないわけですからね。でも投資の案件を紹介してほしいって意見がありますんで、多分手を出したら失敗しますよっていう前提で私は紹介することができます。でしかも私が今まで手を出さなかったやつは全部倒れてますね。これどういう意味か分かりますかね。私結果的には私はうまくいく投資しかやってないんですよ今まで。それはね、紹介でヘッジするっていうところもありますけども、紹介しなくてもプラスにしかならないものしかやってないんですよね。インドネシアの銀行もそうですけども、プラスにしかならないものなんですよ。だから数はすごい少ないです。だから他の投資案件を煽る人に比べたら私はね100対1とか1000対1ぐらいで、私が紹介するものって少ないと思いますけども、ただ命中率高いと思うんですよ。多分今まで紹介した中でインドネシアの銀行、例のやつで ADA、 この3つ結局は利益生んでるんですよね。それ以外のものは私は何もお話してないと思うんですよ。話したとしたら、あれですよね、XRP ですね。 XRP のことはきちんと戦略を練って FX の理論で購入するんだったらプラスになるというふうに申し上げましたけども、ただねこれはね技術がいるんですよ、 FX の技術が。で FX の技術すらない人に私はね投資をお勧めする気は本当にないんですよね。でも資金、余剰資金もないじゃないですか。だからね50万とか100万あっても投資は無理ですよ。それは FX で練習するためのもう30万とか50万だったら話は分かるんですけども、それでちょっと資金を作っていこうかなっていうために50万とか100万で、それでね例えば1000万作ろうっていうのは相当投資のセンスがないとできないと思うんで、でもねこういう意見ありますんでいいですよ。私が紹介する投資案件は100% に近い確率で破綻すると思って聞いてくださいね。投資案件を紹介するってことなんでしますから。で私は破綻するという前提で話しますけどねそれでいいんだったら紹介しますって言うけど、そういうものしかないんですよね。あとはアメリカの国債とか日本の国債とかって話してもつまんないじゃないですか。だからね非常に悩ましいです。私が硬いものっていうやつは多分退屈だと思うし、刺激的なものはもうねうまくいかないし、うまくいかないから刺激的であってもお話ししないんですけどもね。結構ね悩ましいですねこれはね。でもこういう希望あったんでたまに話していきます。早速明日からね何かお伝えしていこうかと思いますけども、それでも聞きたいよって方いらっしゃったらぜひねメッセージください。ほぼ破綻するよってやつですね。でいいよと、投資興味ないよ興味ないから投資の話してくれって言ってないんだからねと、少数派でしょそれはっていう方も気が向いたら
連絡してください。ただね、私は時に少数決っていうのを取るんですよ。いつも多数決じゃないんですよ。ですので、はっきり言って投資の話をしてくださいっていう方はすごい少ないです。月間で10件とかなんですよ、本当に。例えばその10件もこれに参加しちゃったんだけども、久保さんどう思いますみたいなのは来るんですよ。でも何か儲かりそうなのありますかっていうのはね、もう全然来ないですね。それはね、儲かる投資があるんじゃなくて、投資で儲ける技術があるかどうかってことなんですよ。ここね、多くの方が勘違いしてるんですけども、私はどんな投資に行ってもはっきり言ってプラスを出すことができます。なぜなら投資案件には必ず紹介制度っていうのがあるからなんですよ。紹介して自分の投資した金額を1ヶ月のうちに取り戻すことは私できるんですよ。でもそれで自分だけ保身をして、自分は儲かったよっていう形で紹介するのが、私はね、ちょっと理に反するっていうかね、真偽にも劣ると思ってるんですよ。これは私の勝手な正義感です。ですんで、そういう考え方を持たなくていいよっていうね、考えでしたら、じゃあ皆さんは損するけど私は得しますよみたいなのを話すことはできるんですよ。でもそれでいいのかなと思っちゃいますね。まあ、ですんで、先ほどみたいにほぼ儲からないですよっていう投資を紹介するというものはできますけども、いかがでしょうかね。そんな形で今回いただいたメッセージに対してちょっと動画を撮らせていただきました。まあでもね、本当投資の案件をちょっとお話ししなくなったのは確かなんですよ。それはね、NG なのばっかりなんで、だいたい投資の案件って私に紹介されるときって、久保さんは儲かるよっていう、私の儲けを覚悟した上で紹介してくれるんですよ。それ裏を返したら、私が紹介するそのなんですか、新しい参加者さんっていうのは儲からない可能性が高いっていうことなんだと私は察してるんですけどもね。まあでもたまには刺激的なやつも行きましょうか。じゃあね、明日から何件か紹介していきますけども、参加したら絶対損しますからね。絶対とは言わないんですけども、うまくいかないです。投資の技術がある人は勝ち抜けます。でもそうじゃない方はほぼ負けます。まあだから私は発信しなかったんですけどもね。まあでも希望があったんで繰り返しますけども、お話していきますね。お楽しみに。それでは失礼します。